アクアスキュータム社製のノッチ付きラペルとブラックベルベットの襟が特徴的なグレーウールのカバートコートカバートコートまたはクロンビーコートは通常ノッチ付きのラペルが付いた新仕様の街灯のことで19世紀後半に狩猟や乗馬の際に着用するショートトップコートとして誕生した20世紀以降フロックコートやモーニングコートとは対照的に 街中で日常的に使用する背広が登場してからは、礼服に伝統的に還元付けられていた膝丈の長い、チェスターフィールドコートに対して、より短く、よりインフォーマルなトップコートの選択肢として、カバートコートが着られるようになった。コートの生地となっているカバートクロスは、狩猟の出発点となる野生動物が豊富に生息している地域にちなんで、名付けられた厚手のツイードである。 カバートコートは常にシングルブレストで、ノッチラペル、センターベント、フラップポケット、袖口と裾に4本のステッチが施されているのが特徴である。襟はインペーフやベルベットで作られている場合もある。伝統的な色は淡い緑かかった褐色から使用が混じった茶色、やや濃いタンニンがかった緑色まで様々であるが、グレーやネイビーなどのバリエーションも一般的である。 カバートコートは、ジョージ6世とエドワード8世が着用していただけで、なく、2000年の犯罪コメディ映画、スナッチのジェイソン・ステイサムとスティーブン・グレアムが着用していた。カバートコートは、2015年イギリス総選挙の時、イギリス独立党党首で後に、ブレグジット党の指導者になったナイジェル・ファラージが着用していたことで、メディアの注目を集めた。ありがとうございます。